先輩。あ、監督さん呼んでます。なる。俺、はい。なんで、なんか先輩声出てなかったって怒ってます。なる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 。分かった。芝居てないつき。どうぞ。はい、何ですか。お前のノックもっとできんか。なる。全力でやりました。お前何やその態度。なるなる。ええよ、文句なんて言え。じゃあ僕も一個いいですか。ずっと監督見てて、監督気分であれやれこれやれこれやんあれやんと気分で変えてきますし、なんか僕らからしたら別人の人から言われてるような感覚なんですよ。なんかもう監督3体ぐらいおるんちゃうかなと思ってます。何やねん。お前今なんて言った。それだけは触れてはいけない。お前は知りすぎた。そうだそうだそうだ。どうした大丈夫か。監督もう言ったよ。何を言ってるお前。すまん、ちょっとノック張り切れすぎてな、途中で意識を失って倒れたんや。なんか変な夢でも見てたんか。はあ、夢か。すまんな、ちょっと追い込みすぎて。大丈夫です。まあ今日は体休めろ。あ、また明日からな。お大事に。あ、じゃあちょっと先生は監督室戻るわ。はい。あ、あ、僕もできます。来るな。あれ、監督室には絶対に来るな。あ、分かったか。はい。近づくなよ。今戻った。あとは頼む。3号機しているのに、僕が隠れてバイトをしていて、そこに昨日監督さんが来られたので、そのお話だと思います。そうやな。はい。ちょっとまずな、ちょっとお前のちょっと気持ちが知りたいわ俺は。な、昨日お前がバイトしてるところに俺が行って、はい、まあバレた思うと思うわそら。バレたってな。俺がご飯食べてお会計して帰ったわ。その後俺が帰った後ちょっとどう思って、そのリアルな心境本音をちょっと聞かせてくれ。はい。お前はどう思ったんや。昨日監督さんがお会計をして帰った後に思ったことですよね。ああ、はい。めっちゃポイントで割引するやん。何言ってんの。バラバラバラ。すいません。すいません。うん、すいません。何ふざけてんのか。バラ。いや、おかしいじゃないか。ポイントも貯めて解放するんやな。おかしいじゃないか。バラ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 。うん、おかしいな。すいません。本気で言うてんのか。はい。すいません。しっかりせよ。はい。
まずな、お前、うちの野球部がなんでバイトを禁止してるのか、これ分かっとるか、ちゃんと。はい、もうそれ言うてみろな。はい、まず時給850円のバイトを強いる暇があれば自主練をすることができますし、時給850円のバイトをすることによって学業や睡眠がおろそかになってしまいます。またチーム内でも時給850円のバイトが入り始めると、時給850円のバイトを、時給どうでもよくない、なるなるなる、さっきからなる、時給850円ってバイトでええやん。耳に残るわ、それ。関係ないから。はい、な、それ自主練や。はい、そんな他のことに時間取れるやろって話や。はい、な、まあでもな、もうちょっと俺が今日伝えたいことはもう一つや。もう昨日もな、帰る時に言うだけども、もうそれが全て覚えとる。はい、例えばお前がお会計してくれて帰る時に俺言うたな、お前に。はい、何つったお前。言うてみろ、俺がなんて言ったか。昨日監督さんがお会計の時に僕におっしゃったことですよね。じゃあどう覚えてるか。はい、このポイントカード使いますか。言うたけど、なる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 、いや言うたけど、すいません、すいません、うん、すいません、まだまだ結構どうか。なる、いや、すいません、おかしいやないか。はい、いやないか。ちゃうやないか、お前。なあ、お前困ってんねやったら相談せえっちゅう話したやろ。はい、うん、なあ、お前、もう事情があってバイトせなあかんねやったら言うたら、お前バイトも許可するがな。はい、隠れてこそこそやってることを裏怒っとる。はい、せやろ。はい、うん、相談したらええね、うん、ねえ、あれか、お金困っとんのか、母ちゃんからの仕送りじゃ足りんのか。実は最近は不景気なこともあって、将来のために必要なお金が貯めていることということにすごく不安を感じます。また息子が大学まで行けるように何か自分にできることはないかということで、本業の監督業以外にも副業のバイトを始めます。それは知らないか。すいません、わしやないか、お前。それ副業の820円のバイト、それわしの時給やないか。なるなる、なんでしてんねん、お前。ほんで840円な、最近なるぞ。はい、ほんなら今からまあいよいよ、うん、お松のヒゲに、うん、ヒゲを注入していくと、うん、で、結構生やしてんのもあんねんけど、うん、そうやね、実際この、うん、あれどこ、コンシーラーっていう女の子がとか化粧で使うやつかな。おお、よく YouTuber さんがやるやつ。俺ら基本やらんから、やっとできた。ここでやっとできるという。これで、基本的にヒゲは僕が自分でやるんじゃなくて、翔くんに、メイクしてもらう。はいはいはい、こういう今日はね、まだヒゲは本来は少ないね、今日少ない方。先輩役してるからここ難しいんだよ。ここが結構あるあると言いますか、先輩役もある動画、うん、例えば二遊間とか、はい、の場合は、ヒゲを生やしすぎちゃうと難しいって、うん、そういうあんま監督がドアップで映らない動画はヒゲそんな生やしてる。ただまあルーティンとか、うん、もう向き説教学3年生のやつ、うん、はもうヒゲを結構4日ぐらい生やして、はい、3日4日生やして、慣れて多い時3日後ぐらい、でもヒゲをしっかり熟さなあかんっていうのそういう感じになってます、うん、ほんならやっていこうか、メイクね。ちなみに言うと、その、うん、ヒゲの裏話じゃないんですけど、ちょっと不満言っていいですか。うん、あのね、僕こうやってヒゲを、まあ、さっき言ったけど長い時3日4日伸ばさないといけないと、うん、ね、単純にちょっと男としてはさ、まあ、ちゃんとがっつりかっこよく生やすならまだしも、はいはい、まあ、要は不潔な、いや、まあ、ちょろちょろ普通のなんていうのな、ヒゲの処理してへんやつみたいな、うん、生やし方するわけじゃないですか、はいはい、それが結構恥ずかしいっていうか、なんかこう、まあ今はあんまりこの自粛期間中なんで友達と会わないですけど、うん、例えばめっちゃヒゲ生えてる時に飲みに行ったりとか、あとまあインスタライブとかでも言われるのよ、なんかヒゲそれやみたいな、もうあんまその辺の絡み知らんと、それがちょっとはずいなみたいなのはありますね。ちょっとまさなあれ、
ひげで、あやこれダサい。ダサいとかじゃないだろ。ダサい、普通に。それひげがダサいね。いや、じゃあ、そのお前のメンタルがダサい。マジで。え？マジでダサい。だけどその、インスタライブとかやったらさ、視聴者さんがちょっと見てて、ちょっと、うわ、ひげってなるやん。言い訳すんな。言い訳じゃない、これは。お前さっきの持ってくんな。言い訳すんな、お前。できたね。できたか。はい。ちょっとなんか今日、あれのちょっとキレキレ、ま、漫画キレキレ、なんか下手じゃない、喋りながらやってるからちょっと下手じゃない、ちょっとキレキレやん、ここもっと境を曖昧にしてたの、マジで、マジでビジネスなんだから、いや、そうやろ、もうちょっと、ちょっと修正、そうやな、もうちょっとこう、ごつくしてもう、は、シール貼ってるじゃん、やってるから、うん、ほんまはよ、これちょっと多めに書いて、うん、で、この、あんま、もう一個の下手みたいな方で、こう、ぼやかさせない、はい、いや、それしないとね、かな、こっちらもしちゃうか、はい、っていう感じですかね、はい、まあまあ今日はこんな感じで、うん、あ、いけんな、うん、こんな感じでね、マジで撮影あるから今からそうですで、行くんですけど次に、はい、ワックスがあれやわ、ポーチ、あ、オッケーオッケー、取ってこ、行ってこ、いやー、皆さんああやってヒゲが完成して、お待つ監督が出来上がると、あれお前、取った、何がポーチ、ポーチ取ってへんやんけ、お前机の下あるやろ、抜いて、もうええて、ちゃんと見ろ、机の白い、白い机の下にあるやん、分かったら机1個しかないだろ、その白い、なんか数ある机がいっぱいあるけど、その白い机の下にあるやん、机1個しかないだろ、どこやねんお前、いや分かる、お前だけ置いとく言うとったやん、えこんなとこあるわけあるかお前、待って、次の動画いらんやな、ポーチ、うん、アップやし、あ、そうやな、うん、多分動画では使わないんですよ、うん、ポーチは、うん、けどワックスが入って髪の毛つぎ上げたら、うん、こんな感じだから、でも誰こう見てきてそれは言い訳ちゃうのこれはマジで言い訳行くわ、はい、行ってちょっと皆さん、あの、オフでまた後で、切っとくで、Thank you. ありがとう。え？あ、皆さん、それではこんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあ、早速行くか。なんでスイッチ入ってる気持ち悪い。ありがとうございました。やっぱ、せんかよ。くっしょ。大丈夫。えぇ、ー、キャリギュッ食べて解放食べて解放